それはそれで面白いけど。あなたは息をしないでも生きていられる生き物だった。人類が知る原生植物ではあるが、その規格、強靭さはまるで別物だ。言ってる場合か！酸素が吸えなかったら血液も濁る！吸血鬼にとって致命的じゃないのか、それは！酸素結合による血液の正常化に頼る使徒である。まだ人間部分を残している塔の式には致命的だ。そうかよ。じゃあ何分持つ？肉体を稼働させなければ1時間。まだ続けるというのなら確かな保証はもうできない。生の結論において我々には共有できる余地がある。私はその理解をしたし、その精神の強靭さは評価に値する。塔の式の肉体は限界を迎えている。身体機能の減速、免疫機構が追いついている。ここで休息と栄養の補給をしなければ、酸素があろうとなかろうと心臓は停止する。クソ、人の体だと思ってはっきり言いやがって。そうだな。
その肉体の存続と私の存続に関連性はなくなった。まさに他人事というやつだ。変わってはいない。まあいいわ。
私には殺しても死なないおもちゃがあるものね。ねえ、そうでしょ？潰しても潰しても元に戻るお人形さん。でも、ちょっとだけ見直したわ。しぶといのは体だけじゃないんだもの。まだ理性があるなんて、どうなってるの、シエル。私がロアを取り込んでしまえば、あなたは私が死ぬまで生き続けるしかなくなる。あなたが死ぬためには、転生批判の聖典でロアを殺さないといけない。それが王子だって言うんですか。けれど、いいの？ドアが死ぬということは、あなたも死ぬということなのよ。ドアを消滅させてしまえば、あなたのこの板振りがいのある体も、普通の、つまらない体に戻ってしまう。かわいそうね。あなたの望みは叶えられない。私は今度こそロアを取り込む。あの、何もできずに逃げ回るだけの肉塊を何万回と引き裂いてね。何その名、不愉快だわ。何か言った？ええ、本当にどうしようもないと。まったく、一度殺されたくせにまだ彼を分かっていないのですね。
私には殺しても死なないおもちゃがあるのよ。やっぱりロア本人を殺さないとあなたは死なないみたいね、シエル。かわいそうね。あなたの望みは叶えられない。私は今度こそロアを取り込む。あの何もできずに逃げ回るだけの肉塊を何万回と引き裂いてね。
こっちの虫で遊ぶのは後回し。Thank you.
ことを考えるの。頭に来たから殺してあげる。操作も安くはない。対応すれば回路が流れず、その場合次は左足を使うことになる。焼き付くって具体的には焼き付くは焼き付く。
識できたのだろう。落下してもリカバリーは効くはずだ。そもそも今なぜ引力操作をしなかったか。ほら、やっぱり。初めからその程度。分かっていないのはあなたの方だったじゃない。
ここでお別れ。いつか気が向いたらそこから出しておく。だからこれでおしまい。もう一歩も動けないの、あいつ。
やっちゃったことは仕方ないか。落としたゴミを拾いに行かないと。そこで見ていますよ。ドアの積み重ねとあなたたちの思い出を踏みつぶしてある。どういうことだ、それ。
状態が惑星の環境を初期化するシステムを設定。強大なその権能は個人の目的で使われてはならない。受け皿の問題だ。惑星規模のエネルギーを自分のために使えば、神祖であろうと器が耐えられない。それは姫君であろうと例外ではない。これまでの彼女は惑星の報復機能で、自らの意志で動き出した以上、それは正義。今の彼女は生命としての死が存在する。過度な自称収納、特定人物への一方的な感情、あれは暴走状態。こうしたことが止められない。限界を超えて稼働し続ける発電所のようだ。このまま放置すれば抗体現象は停止する。バルクエイド・ブリュンスタッドという神祖の消滅とともに、私やお前にとってはこれ以上はない結末だ。止められないのか。では正気か。ネレーシアを救出し姫君から逃げ延びるのがお前の勝利条件だと理解しているか。抗体であることが間違いなら、アルクイドが自滅する前にあの抗体を殺してやる。それは正しい。
唯一の成功。もちろん俺だけじゃ不可能だ。点は見えても近づく手段がない。あのデカ口の心臓に触れるには一度完全に無力化する必要がある。切り札を持ってるだろう。まだ心は折れない。いいから、いい加減力を貸せ。俺が死んだら困るんだろ、お前は。私が協力する道理がある。お前が玉砕しようと、姫君が消滅しようと、私の価値に変動はない。いいのかよ。俺たちは揃って、あいつに相手にもされていないんだぞ。
それは屈辱だ。砂時計の砂。
都市250、300m 地点の岩盤に連続設置。撃つのはこちら、制御はそちらに任せる。あの大魔術にまだ使い残しの星が残っている。膨大な魔力量を持つ遠心のシーンを動いた。あの娘は必要以上の火力を用意できる。それを工夫する努力を放棄しました。オーバーキルも結構だ。わずかな魔力でも象を倒す努力をすると伝えておく。暗躍すらできないあの性格で、ミクロ単位の精密作業を実証できるのだ。